前橋市、前橋市は、群馬県の中南部にある、中核市、群馬県の県庁所在地である。1892年、明治25年の市政施行当時の区域は、旧、瀬田郡、当時、東群馬郡。現在の市域は、旧、瀬田郡、旧、東群馬郡、南瀬田郡、群馬郡、沢郡、旧名場郡の区域で構成される。2001年、 平成13年4月1日に特例市に移行し、2009年平成23年中核市に移行した。古くは馬屋橋と書き、江戸時代に前橋に改められた。中世での読み方は、まや、橋、前橋市市、第2巻、1973、前橋市、6から15ページ、初めの読み方は馬屋橋であったと推定される。明治時代には、 製紙業で栄えた都市の一つとなった。戦後は工場誘致を積極的に行い、同時に区画整理を推進した。2001年、平成13年4月1日に国から特例市に指定され、2009年、平成21年4月1日に中核市へ移行した。中心地域は旧東群馬郡前橋町を中心とする地域。ニュースなどでは、 前橋の絵の部分のみが高いアクセントで読まれるが、地元では平板型アクセントで発音するのが普通である。前橋市と読む時の前橋である。NHK では2016年、平成28年にアクセント辞典を改定した際、前橋を第一アクセントとしつつ、平板型の発音も地元放送局アクセントとして許容している。 明治四十二年の制定で、旧前橋藩主、越前松平氏の馬印、和館、和抜きから採用された。外縁と内縁の半径比は1対0.73に規定されている。関東平野の北西端、赤城山南北に位置する。市内には、利根川、広瀬川などが流れる。福流水による水質の良さで知られ、中心部で供給される水道水は、 その地下水である。また、全国の都道府県庁所在地では、海から最も遠い、鉄道交通では、中心駅の前橋駅が、幹線から外れているため、隣の高崎市にある高崎駅が、前橋市への中継点の役割を果たしている。また、海岸より1 0 0キロメートル以上離れた内陸に位置するにもかかわらず、 市の中央部から南部にかけては、海抜が100メートル前後と低い。また、市の北部には、海抜1000メートル以上の地点も存在し、富士見町赤木山の黒部山南面では、海抜1823メートルの地点がある一方、下内町の利根川河川敷では、海抜64メートルの地点もあり、市内で、標高差が1759メートルもある。 太平洋側気候と内陸性気候を合わせ持つ。冬は、新潟県、長野県から北西の季節風が吹き、県境にまたがる、山岳部に甚大な積雪をもたらし、前橋市に到達する風は乾燥している。この冬の北西からの乾燥した季節風は、上州の空っ風と呼ばれ、 この影響で晴天の日が多いが数年に一度30センチメートルを超える激しい大雪に見舞われることもあり、平成26年豪雪では観測史上最高となる最新積雪73センチメートルを記録している。群馬県の平野部にある前橋、伊勢崎から埼玉県の熊谷にかけての高崎千円線沿いの上部地域は冬の最低気温が比較的高く、 南関東内陸部の地点、府中、八王子、海老名、桜などよりも高いことが多い。夏は内陸部に位置するため地表が温まりやすく、熊谷、埼玉県北部などと並び暑さが激しい。2001年、平成13年7月24日に、気象庁管区での最高気温の記録としては、第5位となる摂氏40.0度を記録した。さらに、 この高温のため雷が多い特徴がある。旧前橋市旧大御町旧春川村旧宮城村旧富士見村。前橋市と南西に隣接する高崎市は、競合、対立関係にあるとされ、よく、行政や文化の中心は、前橋、交通や商業の中心は、高崎と言われることがある。これは、 前橋に県庁が置かれており、日本銀行の支店、国の出先機関や大手金融機関、県民会館に代表される県の施設や医療施設などが集中するなど、古くから行政の中心地として機能してきたのに対し、高崎は古代から東山道、鎌倉街道が明け、江戸時代には中仙道、三国街道、日光、霊平市街道などの主要幹線が交差する。 一大交通拠点であり、現代においても、新幹線や高速道路などの県内交通の拠点としての地位を占めていることによる。同じような例に、かつての埼玉県埼玉市併合前における、行政都市級浦和市と、交通、商業都市級大宮市がある。漁師の関係は、いわゆる、両翼共権であり、漁師においての前橋、高崎連携事業でもキーワードとなっている。 県庁が置かれ萩原作太郎ら多くの文人を排出している文化都市前橋と駅の周辺や古くからの街道沿いに商業施設が密集する商業都市高崎はしばしば交代子として比較される。ただし実際は皇術の通り年間商品販売額の県内第一位は前橋市であり、一方の高崎市は前橋市にない公営美術館。 ただし、私立美術館として、アーツ前橋として開設された。地方オーケストラとして、著名な群馬公共楽団といった文化施設、団体を要する部分がある。前橋市と高崎市の人口は、1920年、大正9年の第1回国勢調査より、一貫して、面積の広い前橋市が優勢であり、桐生市に首位を譲った時期を除き、群馬県下一の座を維持していた。 しかし、高崎市による2006年、平成18年10月1日の春名町合併により、高崎の人口は前橋市を上回ることになった。もっとも、高崎市は純三村である旧クラブ内村などを、地域に含めているため、人口密度や DID、人口集中地区人口では依然として、前橋市が上回っている。両市の競合、対立関係は、以下に挙げる。 明治初期の県庁誘致合戦が、その原因の一つである。現在の群馬県が成立した当時、県庁は前橋に置かれていたが、一時県庁は高崎に移転して置かれた。しかし、高崎城が当時の兵部省の管轄に入ったため、市内に散在する手狭中立庁舎に各部署が分散配置された。当時、キートの輸出で財を成していた前橋では、 ヒート商人と後の初代市長、下村善太郎により、県庁を馬屋橋城後に誘致することを明治政府に提案し、10万円の移転資金を用意することで移転を了承すむねを要求される。当時、安田銀行の支店長の給与が17円であった時代において、明治政府もこの巨額な資金を用意するのは不可能と思われていた。ここで、下村善太郎は、 自ら一万円を寄付することで宣弁をつけ、取りまとめを五千円の寄付をした、荒井その次郎など数名に依頼した。明治維新の年に、川越藩から松平氏と共に移住して、財を成した荒井氏度は、そのつてを頼りとすると共に有志に勝手に巨額な金額を算定して請求書を送りつけるなどの強引な資金集めをした。しかし、応じない高額納税者もあり、 期限が迫っても巨額な資金要求のため5万円まで集まったところで頓挫する。困った下村善太郎はこの5万円をもって状況指示期談判をした。明治政府は集まった巨額な金額に驚くとともに移転を了承した。これによって県庁は前橋に戻り県庁所在地として確定した。この当時の前橋市の経済力には驚くほどの目を見張るものがあり。 多額の資金を用意できなかった高崎,と対比できる高崎市民は、明治政府に県庁の奪還を幾度も訴えるが、いずれも却下されている。これにより、発展の基盤を奪われた高崎市民は、前橋に対する感情を悪化させた。この経緯が前橋に対するわだかまりとして残り、高崎市民、前橋市民が互いに対抗意識を抱くこととなる。現在では、 前橋、高崎及びその周辺自治体の商工会議所などが主体となり、県を政令指定都市の実現を目指した活動や、漁師役所による前橋高崎連携事業など官民に一体となった活動が行われているなど新たな局面も生まれている。地政的には、江戸時代の前橋藩領、高崎藩領は入り組んでいた。一例を挙げれば、現在は、 高崎名物とされる、縁起だるまで知られている、松林山だるま寺は、前橋藩を守護する寺院である。一方、上野国府や宗者神社、国分寺を含む古代上野の中心地域は、高崎藩領であり、前橋城、現在の群馬県庁舎の対岸にまで及んでいた。高崎の藩域は、初代高崎藩主、井伊直政の時代を除いて、前橋藩を上回ることはなかった。 しかし、前橋藩主松平氏が、利根川の反乱で、前橋城を廃止、江戸中期から幕末までの約100年間、江戸を中心に高しした、火星文化時代を含むは、巨城を川越に移したこと、川越藩の分量となるなどから、陣屋が置かれた前橋は、城下町としての発展が少なかった。1869年、明治2年。 明治政府により東京・京都の両市を結ぶ鉄道建設計画中仙道幹線が発表され、1883年、明治16年日本鉄道をよって上野、熊谷間などが開業。翌1884年、明治17年には上野高崎間が開通した。古代から交通の要衝であった高崎は、交通の拠点として、またショートとして発展することとなった。 後年上越線解説の際にターミナル駅をめぐって前橋、高崎間で誘致合戦が行われた。前橋駅をターミナルとする案は実現しなかったが、当時の幹線ルートであった三国街道よりもかなり東側、伊調無岩を通過するルートで付設され、新前橋駅経由で高崎駅がターミナルとなることで決着した。その後も過去の対立解消の目的もあり、 半ば大岡砂き的な提案として、漁師を合併させる案がたびたび出るが、上記の歴史的経緯もあり、提案をされても進展なく自然消滅している。本町管内は、大胸小学校の学区によって9つの地区に細分化されている。荒戸地域、木瀬地域、地域内の大あざなはすべて、かす川町を管する。地域内の大あざなはすべて、藤見町を管する。 前橋市と北群馬郡吉岡町は、ご当地ナンバーである、前橋ナンバー、群馬運輸支局が交付される。2011年、平成23年12月31日現在現、市長は山本龍前、群馬県議会議員で、2012年、平成24年2月19日に行われた、市長選挙により選出され、2012年、 平成24年2月28日就任。前任は、高木正夫で2期8年間、前橋市長を務めた。3期目を目指し2012年、平成24年2月の市長選挙に出馬したが、山本龍に敗れた。2004年、平成16年2月15日の市長選挙、有権者数22万5986人。 投票率48.83%の結果は次の通りである。2008年、平成20年2月17日の市長選挙、投票率52.40%の結果は次の通りである。2012年、平成24年2月19日の市長選挙、投票率49.06%の結果は次の通りである。この地域の合併協議は、 最終的な決着まで、右与曲折があった。政府の合併推進施策を受け、以前から結びつきの強かった前橋広域県、前橋市、大郷町、宮城村、か川村、富士見村の市長は、2001年、平成13年夏に、新潟県を視察中、同県八彦村で会合、いわゆる、八彦会談を行った。この席で、合併とクレー法期限内に、 熟度の高まったところから順次合併という方針が決められ、関係市町村は合併検討に動き出した。ヤ彦会談では、実質的には4町村が、前橋市に編入で大筋合意となっていた。しかし、富士見村と春川村は、議会から待ったがかかる形となり、2002年、平成14年に、任意合併協議会が開催されとき、参加したのは前橋市。 大御町、宮城村であった。4ヶ月後、議会の了承を取り付けた、春川村も、任意合併協に加わる。富士見村は、当時の関口村長が、議会の圧力もあり、自立を表明。しかし住民は反発し村長はリコールで失職する。リコールによって、前橋市との合併という意思が示されたものの、その後就任した、星野村長は、当初、 中立というスタンスを取った。そして、住民投票を行ったところ結果は合併賛成が63%となり、前橋市との一市一村で法定合併協議会を設置する。この間にも、前橋、大郷、宮城、春川の合併協議会は順調に進み、2003年、平成15年秋に合併調印。そして2004年、 平成16年12月5日に合併。前橋、藤見の合併協議も2004年、平成16年夏に、2005年、平成17年5月1日合併で一度は決着し、調印となった。しかし、その後藤見村議会が合併に反対。二度出された合併議案を共に否決し、星野村長は自立表明することになる。合併協議会は解散。 合併調印も取り消された。この地域の合併に伴って、藤見村市村のみが孤立して残存し、前橋広域県行政が消滅することとなった。取り残された、藤見村は消防など一部行政を、前橋市へ事務委託しなくてはならず、合併解消に際しては、県の仲裁で何とか、これを取り付けた。調印を保護にされた形の前橋市側は、 実質的な報復措置として、富士見村民の前橋市営裁上利用料や、私立高科大学入学料をはじめとする優遇をけを廃止、村民は以前よりも不便を強いられることになった。富士見村内の有力社間構想で長引いた泥事合が村内社会の分裂をも招いて、一般村民の不況を買ったこともあり、2007年、平成19年の富士見村長選では、 合併推進派が、村長に当選。さらに村議会議員選でも合併推進派の勢力が拡大したことに伴い、2008年、平成20年1月15日に3度目の正直となる合併協議会が設置され、2009年、平成21年5月5日に、富見村は前橋市に合わされた。日本国外の3都市。 日本国内の一都市と交流関係を結んでいる。前橋市ではいずれも有効都市名義である。固有名詞の表記は前橋市のウェブサイトに従った。市内各所に合計17カ所の工業団地を造成。括弧内は主な進出企業。このほか春川町中の沢に近自然工法を取り入れた三田の赤木事業所、元総社町に、 利権丹蔵岩上町に富士機械がある。市内を代表する大工場として JR 前橋駅南東に大発車体本社工場があったが2004年平成16年11月をもって大分県中津市に移転した現在の大発九州。札幌一番の産業食品は前橋で創業し、現在は朝倉町に本社工場を構える。 陶器場の本社は東京都港区に置かれている。2012年、平成24年12月現在分場を行っている工業団地は以下の通り、市工業化。前橋市の2007年、平成19年農業産出額は310億円で、市町村別で全国16位、群馬県内の農業産出額に占める割合も13.8%に達する。 ちなみに、平成の大合併前の2003年、平成15年農業産出額でも、県内1位で168億6000万円であった。特徴的なのは、畜産業の産出額210億円、全国6位、乳幼牛の産出額55億円、全国17位、豚の産出額69億円、全国9位と、畜産関連の生産額が突出していることであり、 これは前橋の農業産出額を全国トップレベルに押し上げている要因でもある。いずれの数値も群馬県内全体の産出額の20%前後のシェアを占めている。近年ではトントンの町前橋として官民挙げて PR 活動を行っている。畜産以外でも大正時代から市内の高地整理を進めており、年代までに市内の大部分で 高チ整理が行われ、整然と特画された高チが郊外に広がっている。この他に、横浜銀行、足利銀行、大光銀行、栃木銀行などの地方銀行、第二地方銀行が支店を置いている。この他に、水保証券が、前橋プラネットブースを、大和証券グループ本社が、前橋営業所を開設している。中心市街地は、 商業の衰退が著しく、再活性化が、下下の最重要課題とされている。反面商業施設は、工術の要因により、市街地外周や郊外に多く立地している。以前の前橋では、千代田町2丁目の5丁目に位置する、中心商店街が商業の中心であった。1990年代頃になると、前橋駅前に出店した。 伊東洋華堂やサティなどの大型店舗や、郊外の駐車場完備、ロードサイド展開の専門店等に利用客が流れるようになった。加えて、ライフスタイルの変化や、自動車保有率全国1位という車社会、市の中心駅である、前橋駅と離れた商店街の率、駐車場の不足、市内中心部の人口減少などの要因のほか、 旧日本銀行前橋支店跡地の八番街開発の停滞や商店の後継問題なども絡んで商店街の衰退が進み全国有数のシャッター商店街としてマスコミに取り上げられることも多くなった九百七十二年昭和四十七年に六万人近くあった商店街の歩行者通行量は九百九十二年平成四年には四万人弱二千四年 平成16年には1万人程度と激減している。2000年代以降も、中心商店街の外周や郊外には、ショッピングセンターが相次いで出店した。2007年、平成19年3月には、前橋駅南東の文京町に大型ショッピングモール、欅ウォーク前橋が、2009年、平成21年4月には、小屋原町の駒形バイパス沿いに、 ガーデン前橋がオープンした。また、中心商店街から東に 2.5km の上、泉町には、スーパーマーケットのベーシアが、大型店、前橋モールを出店したほか、千葉スーパーのフレス製は、駒形町と若宮町、荒牧町に中規模のショッピングセンターのほか、中心街の前橋プラザ元気21内に、前橋プラザ店をオープンさせている。 商店街の最盛期には以下に代表される大型店舗があったが、スズラン以外すべて中心商店街から移転を呼び、撤退した。日日は、千代田町の店舗を一旦閉店させた後、中心商店街から 1.2km 北に位置する、国領町の群瀬工場跡地に、サティ、前橋サティとして移転をオープンさせた。また、大英も、 ロック町と国領町のシルクプラザ内に2店舗あったが、大英は完全撤退した。2006年、平成18年1月29日に、リビン別館で単体として残っていたウォークが閉店したことにより、ウォークの中にあった手当る前橋声優も閉店。後にユナイテッドシネマが開業するまで、前橋市から映画館もすべてなくなった。その後テアトル前橋声優あとは、 前橋芸術週間という団体の運営により2009年平成21年12月4日にメ画ガザシネ前橋として再オープンしている。ケヤウォークや郊外のショッピングセンターの相次ぐ開業に加えて GMS 業態自体の不振により伊東洋華堂前橋店は2010年平成22年8月16日に前橋サティは 同年10月17日に閉店した。その後、伊藤洋華堂前橋店は、駅板前橋として、前橋サティは、前橋リリカとして、再オープンした。最近まで、イオングループが、北関東自動車道前橋南 IC 南側の、農地に、超大型ショッピングセンターを建設する計画があった。この土地はかつてカルフールが出店を計画していた、場所であり、 それよりも広い敷地、約25ヘクタールで、全国最大規模のショッピングセンターとなる予定だった。しかし、関係各所との調整難航や、大型県の郊外出店を規制する、町づくり散歩を改正で出店が難しなったために、出店を断念した。前橋市及び地元町づくり対策協議会は、上記温進出予定地含む、周辺地域の開発事業、 前橋南部拠点地区開発の主たる事業者をベーシアに決定。ベーシアやカインズホームを各店舗とする同社最大になる敷地面積23ヘクタールのパワーモール前橋南が2010年平成22年12月に第一期オープンした。家電量販店最大手にまで成長した山田電機は前橋で創業。 日吉町に本社を構えていたが2008年、平成20年7月1日をもって本社を高崎駅前に移転した。会社の急拡大に伴い横浜市の港未来地区に本社機能の一部を移し大型店舗を併設する計画だったが、周辺道路の渋滞を懸念した横浜市側が土地の譲渡売却を断念。その後、JR 高崎駅東口へ新本社を 移転新築した。一方で、ベーシアは、前橋に本部を移転した。前橋南 IC に近い亀里町に、ベーシア本体と西部オンベーシア電機など、グループ企業十社の本社が、創業地の伊勢崎から2006年、平成18年1月に転し、業務を開始している。近年ではさらに、前橋南 IC 付近の開発が進み、戦術のパワーモール前橋南に、 北関東発信室となるコストコがオープンした。なお、コストコ隣接地に、イケアが土地を取得しており、2020年以降に開業予定である。前日の通り、市の商業施設の郊外移転や、自動車保有率全国1位という車社会から、公共交通機関の利用者は減少傾向にあり、特にバスにおいては1990年代より、 不採算路線の相次ぐ廃止や工芸、電鉄路線バス事業撤退、自治体による欠損補助を受けて、運行を維持する路線の拡大など深刻な状況下にある。かつては、前橋大島駅付近に、東前橋駅が、下松田町に、下松田駅が設置されていたが、1968年、昭和43年の両毛線全線電化に際して、休止。 実質廃止、1987年、昭和62年に正式廃止されている。2011年、平成23年度の観光客数は591万7400人で、群馬県内市町村別が1位であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。